はい、それではただいまから高市大臣の記者会見を始めます。本日は大臣から冒頭はございませんので、質疑からお願いいたします。ですので、所属党の方からお願いします。科学新聞の中村さん。おはようございます。おはようございます。中村です。今ですね、ヒトゲノムプロジェクト、あとタンパク質解析プロジェクトについてですね、人の遠さを対象としたヒューマングライコンプロジェクトが進めます。日本がリードしてるんですけども、大臣としての期待をお願いします。はい。この動作関連遺伝子の6割は、日本人によって、固定解析、されたものでございます。で、現在使用されている多くの、動作解析技術、これまた日本初と、いうことで、我が国が、世界の動作研究をリードしているということでございます。で、これ文部科学省の、大規模学術フロンティア促進事業としても、対応されてますけれども、 A メドに、おいても昨年10月から、遠さと、疾患の関係性の解明といった研究を支援、しております。健康医療戦略担当大臣としては引き続き A メドを通じた支援、これを行って、我が国の遠さ研究を、リードし続けて、その研究成果がいち早く国民の皆様に、届くように努めてまいりたいと思っております。共同通信の長井さん。共同通信の長井です。おはようございます。先日のですね、宇宙開発利用部会の方で、文科省 のイプシロン S ロケットのですね、実験で起こった爆発事故なんですけれども、点火装置に問題があったというふうに特定をされたと思います。これもまたロケット開発の停滞につながった案件だと思うんですけれども、原因特定ということについてのお受け止めをお願いします。はい。12月12日に、JAXA の方から、この原因についての報告があったということでございます。この爆発に至った原因が、第2段モーターの点火装置の一部が燃焼実験中にモーターの中で飛散して、で断熱材を損傷させたと、いうことによって推進薬 の異常な燃焼を引き起こしたためだということが特定されました。で、我が国の宇宙活動の自立性を確保するということ、また国際競争力を強化するということのためには、基幹ロケットを着実に開発していくことが重要でございます。JAXA におかれましては、イプシロン S ロケットの、2024年度下半期の、打ち上げを目指してですね、これまでの検証を踏まえて、確実に、開発を進めていただきたいと思っております。その他ございませんでしょうか。産経新聞高橋さん。産経新聞の長谷さん。おはようございます。昨日大臣が官房長官含めて4人交代されましたけれども、同じ内閣の一員としていらっしゃる大臣においてですね、閣僚が交代されたことに対する受け止めをお伺いできますでしょうか。はい。昨今、自民党の政策集団の、この政治活動に対して、特に、政治資金の観点から厳しい目が向けられて、国民の皆様から疑念を持たれ、この政治への信頼を損ねる事態となっているということについて、私としても強い危機感を持っています。それは自民党の今後に対する危機感、ということだけではなく、やっぱり政治の安定ということが、国家全体の安定安心感につながっていくものですから、これは非常に危機的な状況だと感じております。で、自民党所属の、政治家でもございますので、国民の皆様に、心からお詫びを申し上げたく存じます。で、今回、行われた、人事でございますけれども、これは、13日、の、総理大臣、記者会見におきまして、総理から政治の信頼回復を図る観点と、国政の遅滞を回避する観点から、行う旨を説明されたと、承知しております。
まあ、私といたしましては岸田内閣の一員として、まあ、担当する課題に一つ一つ真剣に取り組み、一つ一つ結果を出していくということによって、国民の皆様に再び、まあ、政治を信頼していただき、日本の、まあ、未来ですとか日々の暮らしに対する、安心感を持っていただけるようにコツコツと働いてまいります。はい、その他ございませんでしょうか。よろしいですか。よろしければこれで終了です。ありがとうございました。お疲れ様でございます。